はい、どうも皆さん、こんにちは。かきぴーですよね。今回なんですけど、今回はね、あのリドルに入ってるボブくんさんの感度をね、パクったら俺も上手くなる説ということで、今回はボブくんの感度をね、使ってやっていきたいと思います。じゃあまず早速ちょっと感度を設定していきたいと思います。ちょっとじゃあまずここが 2.2 で、ここが 2.0で、40%、同じだね。で、10%、これも同じだ。あれ待って、ほぼ同じなのでは。で、0、0。おっと。すいません、ほぼ同じです。まあ、ほぼ同じなんですけど、今回はやっていきたいと思います。じゃあ、本編へどうぞ。ということで試合に来ました。いやーね、ちょっとボブくんの感度でやるんですけど、大して変わらないね。まあいつも通りプレイできますね。あんまり高いわけでもないし低いわけでもないんで、いつも通り俺の感度とあんまり変わらないんで、まあそうっすね。別に真似してたとかじゃないですからね、マジで。マジで普通に俺の感度がもともとあれだった。ちょうどいいなぁと思った感度があれだったんで、ほぼ変わらない。マジで、やばい。待って、マジでいいんじゃん、いっぱい。どれ、あ、終わった。俺、このハープンガにかける。マジか。面白すぎだろ。今の面白すぎ。やばい、なんか来そう。オッケー。なんか来たな、多分。危ねえ。オッケー。悪くない。持ってきた。危ねえ。今ある。2人目かな。
二人目だ、だるいな。よし。最高。よかった、マジでここでやりきれた。ショットガンが当たらない。オッケー、相手が落下死してくれた。よかった、マジで。いや、こっちの方がいいな。よかった、これで、やばいな、マジで。運が。初動は、抜けたかな、多分。アンチ移動しないといけないな、これ。なんかいるって。危ねえ、マジで危ない、マジでうまかった、危ねえ、マジで敵がうまかった、これは。かも、こいつ行くか。どうしよう、ちょっと待ってください。この対面終わったらちょっと話しますわ。逃げよう。オッケーオッケー。よし、ちょっと一旦落ち着いて、ちょっと、よし、ちょっと落ち着いて、ちょっと話しますね。話すんですけど、やっと落ち着いたんで話すんですけど、ちょっと皆さんマジで質問コーナー、あの時確かあれですよね、新年明けましておめでとうございますとか言ってたんですよ、マジで。確かね、マジで昔なんですけど、本当にマジで質問コーナーやるの忘れてて、マジで質問結構あるんですけど、マジでするの忘れてすいませんでした、マジで。なので多分もう本当にもうしたいと思ってますね、ちょっとマジで本当にマジですいません、マジでできなかったっていうか、もう普通にやり忘れてました。今度やるんで、今度っていうかもうやらないとまずいんだけど、やりますね、マジで。こっちやりに行くか。
やばいな。無理だこれ。いやーこれやばい、草の中だるすぎる。やばい、やばい、資材もあんまりない。釣り取らないとまずいかもしれない。ダリーマジで。どこか撃ってきた今。あいつ持ってたっけ。あるね、木だったら。なんか来たかも。なんかいるって。は？え？マジ？もう、マジで？もう最悪、え、ここで負けんの？うわ、マジか。まあ、ドラムショットガンゴリ押しに負けちゃったんですけど、まあ、ボブ君の感度は、まあ強いっていうところ多分ね、もう大量キルできて、9キルもできて、多分証明できたんで、今回はね、この辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあバイバーイ。